現存数かなり少ないんではないでしょうか。ゴルフのカントリーでございます。こちらはディーラー車ということで、当時の柳瀬でございます。タイヤの方ついております。普通のゴルフと比べるといろいろと違う点がございます。このようになっておりまして、ステップもついております。なので後ろ開けられないんですが、これがですねちゃんとついちゃってまして、ハッチが開かないようになってます。まあ開く、ここあれば開くっちゃ開くんですけど、ちょっとしか開かなくて中が見えないんですね。無事故車両なんですけども、ちょっとここら辺が当たった、押されたのか当たったのかで、ちょっとナンバーステイが曲がってます。大きく影響する部分ではないと思います。ちょっと引っ張れば形になるかと思います。下回りを見てみます。前オーナー様多分相当しっかりメンテされて乗られてきたんだと思います。サビの方はかなり少ない部類に入ると思います。もちろんですね、このようなひびとかですね、あります。マフラーの方もありますけど、排気漏れ出ておりません。素晴らしいと思います、過去に変えたからもしれないんですけども、しっかり乗られたのは、こうやって足回り見ると太いですよね。こんな感じになってるんだなっていう、見比べようにも車両がないので、コレクターの方はいると思うんですけども、このようになってます。樹脂の部分は色は減ってきて、焦ってきてますね。過去に樹脂を塗られてメンテされてきたような感じのラインの方は覗くことができます。少し色がついてますね。でタイヤの方がですね、2013年のタイヤです。ブルーアースついておりますので、これは、ね、新しい年式のタイヤでございます。まだ十分溝ございます。この辺見るとですね、少し点々がある。どうなんでしょうね、錆止めの施工かなんかのスプレーなのかという感じに見受けられました。横見てます。この太さですよ。絶妙なバランスで設計されている車両と言っていいと思います。フルタイム 4WD の、ただ車高が高いだけではないというのが十分わかると思います。ドアはですねちょっと硬いです。ここがですね少し浮いちゃうと開きづらくなるという部分がございます。外装見てみますと、先ほどのナンバーステアのところで、ここは A3 と書いてありますけども、 A3 どこでしょうねっていう感じですよね。そんな大きな、ここの樹脂の擦り傷ですね。ここで A3、 場所的にはこの辺言ってるんですけどね、大きく出てる部分ではないと思います。あとは分かりづらい、板金を少し後ろのドアを仕上げてあるというのと、フロントのとこ少し擦り傷と、小さい傷ですね。これだけ綺麗に乗られてきておりますので、4m23cm の高さ156ということでできております。車検証はもちろんございますが、当時の柳瀬のサービスブックと、あと説明書ですね、91年モデル用の説明書、一応カントリー専用の説明書ではないんですけども、いろいろとついております。なんせこの車手動のサンルーフもついておりますから、サービスレコードというのは記録簿では保証書の方ですね、このように残っております。最初のオーナーさんも書いてありますね、モデルの名前と。セキュリティの方はですね、記録ないんです。この紙で記録されてきてないっていうだけで、かなりいろいろやられてきてると思うんですけどね。最後のメンテナンスはレクサスで行われております。そして手動のサンルーフ、くるくる回すとアークタイプですね。こちらの方も捨てます。屋根の方もちょっとここだけちょこちょこっと汚れてるように見えますけど、全然大丈夫なレベルですね。ホコリみたいな感じで綺麗です。過去に張り替えたんでしょうかねっていうレベルです。後ろのシートの使用頻度は少なかったのかと思います。綺麗です。色褪せというか薄い汚れはございます。このようによく見ると
見えますかね、ちょっと茶色いなのがありますけども、灰皿とかも使ってないんですかね。こっちには灰皿あるのにそっちには穴なくねみたいな風に見えますよね。あとですね、ここのですね引っ掛けの棒がなくなってます。なのでここのシートが開かないので中がなんだかわからないんです。なので後ろのタイヤを全部外してからでないと中が見えないんですけども、ちょっとめくってみるとなんかあるんですよね。ただ古いものではない、もしかしたらウーハーか何かなのかなとかですね。はい、ちょっと入ってるんですけども、こっち側から開けようとしてもガラスに当たっちゃうんですね。はい、でこちらのほつまみついてた、やったーと思ってですね引いたらスポンと抜けちゃうという感じで、ゴルフのスコア記録する鉛筆かと思っちゃいましたみたいな感じで、あとなんかあの傘のワンタッチのやつで自転車の鍵開いちゃうんじゃないかみたいな、そんな形ですが、なんか抜けてます。後ろちょっとバラさないとダメな部分ですよね。シンクロというふうに書いてあります。当時のオプションのシートなんでしょうかね。書類の方はこのように揃っておりまして、この辺に、あ、残ってましたね。ここのつまみが欠けちゃって右後ろ側は開かなくなったんですね。あとの部品は大したことなさそうですね。靴べらとかですから。こちらが純正シートです。フロアマットは当時物のフロアマットはなさそうですね。まあ消耗品でございますから、その辺はご了承ください。はい、このようにですね、純正のレカロタイプ、まあ、レカロなんですよね。基本的にこの形はレカロで間違いないと思いますが、運転席はさすがの劣化があったと思いますけども、スパルコのセミバケットシートに書いてあります。こちらの助手席もちょっと汚れはございます。使用感あります。で今あのサイドブレーキ効くんですけど、目いっぱいまで引かないとちょっと動いちゃうかなっていう、ちょっとサイド弱いですね。この調整でできれば調整で、ダメであれば交換整備ですね。ワイヤーの方とか見てみます。見ること可能でございます。でシートの方なんですけど、レカロシートは在庫で1個予備はございますということですね。もしあれであれば有料で販売することはお安く可能でございます。あとダッシュボード、こんなカントリーにこんな便利なものがあったのかと思うんですが、ゴルフのタイプ2っていう、あ、ゴルフ2ですね。ゴルフ2丸めのもう汎用あるんでしょうね。ダッシュのここに割れがありましたので、こちら綺麗なカバーをかぶせておしゃれに決まっております。もうんでしょうね、はい、保護のためにもいいデザインですよね。 CD デッキのラジオで、なんか出品表によるとですね、エアコン他グレード用と書いてあるんですよね。他グレード用っていうのがちょっと分かんなかったんですけど、多分ちょっと強めのやつ、コンプレッサーとか大きめのものをつけたんじゃないかなというふうに思われます。そのぐらい冷えがいいんですね。ちょっとエンジンかけてみます。もうかかりも全然いいんですけどね。現在メーター212,232キロ、実走行無事故ということで、ディーラー車、間違いのないディーラー車でございます。皮巻きステアリングにカバーをかぶさってます。革の状態はまあそれなりに疲れてるんでしょうけど、大きなひびとかですね、縫いのほつれはなさそうでございます。ギアの入りもいいですし、クラッチもしっかり切れます。全然まだあのいい状態というか、しっかり維持されてきたんだなというのが分かる状態ですね。そうですね、これは何でしょうね、アンテナのボタンなのかと思うんですけど、ピントが合いません。はい、わかりません。フォグです。ライト関係とかですね、正常に動いてます。ゼロ、ゼロがないじゃんっていうね、思いましたらここがゼロだったんだという。これを入れた途端にコンプレッサーが動き始めます。コンプレッサーが効く場所はこの3つですよというような表示ですね、なってます。これがよく冷えるんです。もちろん今12月近く、11月の末ですけど、今日はとっても暑いです。室内20度ぐらいになっちゃうような気温なんですけども、全然この冷えが素晴らしく冷えるのが分かります。はい、アラゴンとかのコントローラー似てますかね。
はい、このような感じでございます。してますね。で、ここですね。このカバーの先がここはつなぎが割れちゃってます。手で押せば合うんですけど、はい、この部品出るかなっていうところなんで、まあ、とりあえずここも現状でお願いします。うまく継ぎ上げすればこの形で決まると思うんですけども、まあ、変に振動で割れちゃうよりはこのものの方がとりあえず、ご予算次第でですね、まず現状でいくらお安く出せるかというところが目標としてますんで、このようにですね。マスクも決まっております。ライトはコイトの国産のフォグになっております。そしてポジションだけ LED ですかね。はい、このようになっております。これちょっと擦り傷とかですね、ちょっと出てるところはありますけど、まあ、はっきり言うと気にならないレベルと言っていいんじゃないでしょうかね。でここにドアの方に隣のオークションの車が開いちゃったのかなみたいな、これ多分オークション会場で隣の車出品する見てる人が開けちゃったんじゃないかとかっていうのですね、たまにあるんですけど、出品表にないここと、もしくはそうですね、ちょっと最近の新しいドアに当たった傷とちょっと古いという感じがありますので、よく見ないと分かりませんので、できればうちのお客さんはよく見ないでくださいということで、あとここはですね開かないんですよ。お金困ったな困ったなと思ったらですね、ちょっと癖がありましてですね、ちょっと難しいんですけど、ここを押さえながらですね、ここを引くと開くと、ちょっとやってみますね。ちょっとカメラで撮りながらですとあれですよね、できましたね。こうだと開かないんです。ここがちょっとぐらつくんですね。ですのでここが浮いちゃう、こちらもそうですね。こう普通に行くと開かない、開かない。でもこう押さえ、ちょっと押さえながらですね。押さえながら引くと。で、ちょっとですね、ここが一番硬いですかね。はい、開きました。まあ、慣れれば片手でいけるということが分かると思います。はい、でミラーのコントローラーはここに、つまみの先端が欠品のようですね。つかりませんので。本当はこのようになってます。このようにですね、これでグリグリして開けてもらえると。3のこれですね。はい、これなら壊れる心配ないなって感じの安心の設計でございます。ちょっと布がここだけちょっと切れちゃってますね。このようにですね、はい、玉切れでしょうかね、はい、エンジンルーム見てみましょう。これだけサビも少なくですね、よく維持されてきたなというのが分かると思うんですけども、本当に塗装の状態もですねいいですね。あれ、これなんか締め方があれでしたね。あ、こうちょっと押しながら、難しいんですよ。ちょっと片手じゃ、両手だと簡単なんですけどね。どうなんですかね、こんなもんなんでしたっけ。上がったままでいいんですね、これね。いいんですよね、ちょっとね。いや、変ですよね。やっぱ手で戻して閉めるんですかね、これ。いやー、どうなんでしょうね。ですよね。これで閉まってますね。失礼しました。手で当てないとダメなんでしょうか。最後にこっちはひび割れてないのが分かると思います。あとですね、このフロントのカバー、またこれもいいですね。素晴らしいです。本当サビも少なくですね、状態がいいの分かると思います。ちょっと開け方、両手の方が良さそうなので、カメラを置きます。
はい、開きました。ちょっとめんどくさいです。いろいろとメンテナンスされてきた状況は分かると思います。水温計の方ついてますんで確認をしようと思います。コンプレッサー大きいですね。これが規格外っていうか別物なんでしょうかね。本当によく冷えてくれてます。エンジンの方もですね、もうドボドボのオイル漏れとかそういうのは見当たらなくですね、にじみとか多少見受けられるとかありますけども、もう今のままでとりあえずいいんじゃないかっていうぐらいの感じですね。タイミングベルト交換歴は分かりません。記録簿があればよかったんですけどもね、とりあえず、まあ、もちろん変えてるのは分かると思うんで、あとですね、まあ、この古い年式で平成3年式ですかね、しっかり乗られてきてることを考えればもう間違いなくやってると思うんですけどね、ご希望の方はこの他のメンテはお受けいたします。ということでエンジンの方もですね、これだけ安定しておりますので、エンジンちょっと最後にかけたところでエンジンをお見せしてという感じでしょうかね。またここがちょっと技がいいです。右手で行くと、はい、まあ、すいません、本当に両手だと楽勝なんですけど、マニュアルでございますからね。今アンテナのことあったんですけど、このアンテナここですかね、なんか立たないですよね。ラジオ聞いてみましょうか。これですか、 SRC で。なんか入らないっすね。オーディオ入らないっす。なんかダメみたいですね。直そうと思えば直せると思います。灰皿ないです。灰皿ないですね。逆にあのタバコを捨てないからこれだけ中も綺麗なのかなっていう部分もあります。映像では分かりづらいと思いますけども、静かなアイドリングとですね、ブレの少なさ、マウント関係とかも過去にやってなきゃこんな風に静かにはならないよねっていうのが分かると思います。静かなアイドリングです。非常にですね、良い答えです。距離が一般的な考えで言えばかなり出るのかなと思って部分もあるかもしれないですけども、ここまでしっかりですね、塗装の状態もよく維持できたのはもう通常ではありえないことでございますので、ご検討いただければと思います。長々すみません、目白自動車でした。